こんにちは。今回で51回目です。51回目。ね、早速行きましょう。今回はですね、こちら、パチンコ冬のソナタ2のアニメリーチ特集です。はい。今ね、激アツだって言いましたね。はい。これで、ね、今、雪だるま軍が通ったでしょ？これってその前に雪だるまギミックが起きたじゃん。雪だるまギミックが起きて、その後軍が来る場合ってさ、ミニョン軍じゃなくてさ、ああいう風にさ、雪だるま軍の場合多くない？そういうのあると思うんだけどね。どうかな。はい。ではですね、こちらバスリーチですね。こちらリメンバーに引き継がれて、あ、後ろにね、ほら四国がいたでしょ。あそこにチンスクと四国ね、二人ともいるとね、発展濃厚、またね期待大な、うん、今の場合は一人だったからまだチャンスアップですね。でこちらちょっと待ってって言ってね、わがままな友人だよね。でこれね、珍しい、よっしゃーってね、ほら、ちょっと見て。ほら、ダッフルコート着てたね。今、チュンさんも、あ、これダッフルコート着てないから、これはね、違うシーンをね、ここにはめ込んだっていうのがね、バレる。で、このさ、バスリーチはリメンバーでさ、引き継がれてるから、今でも見れるけどね。うん。これ、キャプテン Q って言ったでしょ？これはね、キャンプのシーンですね。キャンプファイヤーみたいなのやって、そこでね、ゲームしてるシーン。ほら、ダッフルコート着てるでしょ？これ。今、チュンさん、ダッフルコート着てたでしょ？はい。ということでね、これね、このね、学生のね、時はみんなダッフルコート着てるんですよ。でね、それぞれみんなにカラーがあってね、ほら、ユジンはこの黄色いダッフルコートでしょ？黄色なんだ。うん、そうやってね、人それぞれ色が違うからね。はい。ではですね、こちら、中にほら、チュンさんをね、これ見つけて、ね、チュンさん、ちょっと待ってってね、これさ、飛び出してくんだよ。すごい迷惑な自分勝手なね、結構ね、自分勝手なね、友人多いよ、そういうところ。ドラマ見てても、俺ね、ワン、ツー、スリーってね、ドラマね、ようやく見たんだけどね、見てない人がいたらね、ぜひとも見てください。これね、ダッフルコートね、ダッフルコートってうるさいけどね、このね、三翼もこれダッフルコートの黒なんですよ。中国のね、なんかね、服だと思うじゃん。そうじゃなくて、あれダッフルコートだからね。そう、三翼は黒いダッフルコートを着てます。はい、次のね、リーチはですね、こちら学生編ね、これ2の場合もう一つありました。それはね、塀登りリーチって言ってね、塀をね、超えるね、アニメのね、リーチなんですよ。これはね、初代に引き継がれま、あ、初代にはなかった。ね、ないからね、バスリーチ、ね、学生モード自体初代なかったから。だから、今回リメンバーにはね、バスの方はね、引き継がれたけどね、この塀登りリーチもね、ぜひともね、リメンバーでもね、引き継いでほしかった。あってほしかった。うん、だって2つぐらいあった方がいいじゃん。うん。で、ここね、はい。これね、今塀を越えていったでしょ。これでね、これね、遅刻をね、このね、ゴリラっていう先生がね、校門にいるからね、ちょっとこっち来てって言ってね、横の壁からね、飛び越えようと思ったらここにいるんだよ、ゴリラ。先回りゴリラ。かわいそう。はい。でね、これね、見事ね、はい、これね、チュンさんって言って降りれなくなっちゃったからね、こうやってね、手を差し伸べるって感じですね。俺だったらね、これね、差し伸べてるところをこの当たりシーンにしてほしいよ。もっとアップでさ、下からさ、チュンさんがさ、こう手を差し伸べてるシーン。うん。そのカットインって確かさ、プレミアムだったような気がする。カットインが、もししたらね。あれを大当たりシーンにした方が大きくなっていいかなって思う。どうかな？こういうの、どう？細かすぎるよね。どうでもいいか。だってさ、さっきのやつはちょっと寂しくない？遠く離れたやつで当たって冬ってなるんだったらさ。はい、こちらね、もう一度行きましょう。こちらは次はね、そうですね、お察しの通り外れシーンですね。はい、こうやってね、ほら後ろチンスク見た？チンスクもほらダッフルコート、白ダッフルコートはチンスクでした。はい、ではですね、ヨングクはね、ほら緑ダッフルコートだったでしょ？今回初めの方のやつで出てきたでしょ。で、ここでクイズです。じゃあチェリンは何色のダッフルコートでしょうかって。もちろんね、下校する登下校の時だけダッフルコート着てます。中では普通に制服着てるから違うんだけどね。ダッフルコート、さあダッフルコート何色だと思いますか、チェリン。答えはね、赤でした。友人、あっという間に終わっちゃいましたね。チャンネル登録と高評価お願いします。またねー。